実は消えたら困る害虫バッチコーイ。ゴキブリ G が消えることで、それを餌にしていた鳥類爬虫類が激減し、それらを餌にしていた大型動物が激減し、生態系が崩れます。また G がいないことで植物の養分が不足、植物が育たず砂漠化、二酸化炭素上昇により温暖化が進みます。さらにダニ、ノミが増殖し、人間への病原菌感染率が大幅にアップしてしまいます。蚊の幼虫ボウフラは川の中の有機物やバクテリアを食べることで川の水質を一定に保ちます。蚊が絶滅することで川は徐々に汚染されていきます。またそれまで蚊を食べていたクモや鳥などの食料が激減し、それらを食べていた哺乳類、魚の数が激減してしまいます。さらに花粉を運ぶ役割を担っていた蚊がいなくなることで、野菜やカカオの生産量は激減してしまいます。クモが絶滅することでそれを食べていた鳥類や爬虫類も激減してしまいます。クモは作物に害を及ぼす害虫を食べてくれるので、作物の害虫被害は激増し、作物不足に陥ってしまい、餓死者が激増するでしょう。ヤバすぎる超猛毒生物、ヒラスチューカー。内陸タイパン。オーストラリアの内陸に生息する世界中の毒蛇の中でも最強の猛毒を持つ蛇。毒性の強さでいうとマムシの800倍に相当し、一噛みでマウス12から13万匹を全滅させるくらいのとてつもないもので、地元の人間もかなり恐れている存在です。猛毒吹き矢ガエル。南米コロンビアに生息しているカエルで、カエルにしては見た目が綺麗で色合いが独特なのが特徴です。しかしその見た目に反して毒性は凄まじく、個体1匹で2頭の象、20人の人間を死に至らしめることが可能なくらい強力です。また名前の由来は、先住民が吹き矢の先端にカエルの毒を塗って狩猟をしていたからだそうです。マウイイワスナギンチャク。イソギンチャクの仲間でハワイのマウイ島に生息、直径は 3.5 センチ程度。これだけ小さいながら、その毒性は先ほどの内陸タイパンの500倍、生産カリの8000倍、体重60キロの人間ならわずか3から6マイクログラムほどで半数が死に至ると考えられる、ヤバすぎる生物です。地上最強の生物、カツカレー。クマムシ。4対の足を持つ漢方動物という部類に分類され、体長は 0.1 から1ミリぐらいしかなく、肉眼ではほとんど見えません。水の中で生活しますが、陸地では脱水した地状態となり、この状態になるとマイナス273度から100度の温度にも耐え、人間が余裕で即死する放射線にも耐え、宇宙空間に10日間放り出されても生存が確認されるなど、まさに不死身の生物です。ゴキブリ。地球上に1兆5000億匹いると言われ、その生命力の高さが伺えます。G は危険を察知すると人間換算で時速300キロに相当するスピードで移動し、 IQ が340以上になります。人間が10分で死ぬレベルの放射線でも生き残ることができます。ヒドラ。体のほとんどが幹細胞からできており、細胞には断続的に分裂を繰り返す能力があります。この能力によりヒドラは年を取ることがありません。切られても再生し復活します。永遠に生き続けることが可能ですが、死ぬとしたら餌にされたり環境汚染により死ぬことがあるとのこと。